ブレス魂100連発。はい、皆さんこんにちは、ブレス魂100連発です。毎回ですね、ビジュアルスタジオの、素敵な機能をですね紹介しているショートストリーミング VS 魂100連発ですけれども、今回のテーマはちょっと高度なテーマを取り上げたいと思います。はい、 DSL をビジュアルスタジオで実践する方法です。はい、皆さん DSL ご存知ですか？まあね、開発者全員が使うっていう機能でもないんですが、例えば、別のセッションで UML ビジュアルスタジオで書けますよっていう話をしました。 UML ユニファイドモデリングランゲージですね。 OMG が標準化しているソフトウェアの設計資料を、記述する標準モデリング言語ですね。まあ、UML で、ユースケースとかね、クラス図で、書く方も多いかと思います。でこうやっていって、UML っていうのは非常に一般的にいろんなものに使えるってことですので、特定の問題領域にはからするととっても遠いわけですね。で例えばビジュアルスタジオ、他のセッションでも取り上げてますけども、エンティティフレームワークとか、それから、ドットネットガジェッターとかですね、いろいろ特殊といいますか、特定の ものをこう記述するっていうことだけの目的でのグラフィカルなエディターありますよね。ああいうのを、DSL っていうふうに考えていただければ、間違いはないですね。要は特定の問題に対してそれをこう記述するっていうことに適した、言語、ドメインスペシフィックランゲージです。で、これビジュアルスタジオでもですね実践できます。ビジュアルスタジオっていうのはですね、結構 XAML のエディターですとか、とか UML のエディターなんかもそうですけども、グラフィックですね、図形を書いが出てくるところ多いと思います。その基盤なんかも使っている方法です。はい、ビジュアルスタジオ表示してます。デフォルトでは実は DSL ドメインスペシフィックランゲージには対応はしていません。 DSL 使いたい場合にはですね、ツールで、拡張機能と更新プログラムでオンラインを選択して、で、検索のところでですね、ビジュアジュアライゼーションモデリング SDK っていうふうに入れてみてください。なんとなく名前的にね、ビジュアル化してモデル化する、モデリングする SDK ですよ。名前の通りですね。で、これを選択してダウンロードやると、こういうダウンロードセンターの方に誘導されます。ここでダウンロードやって、VMSDK.exe。を実行しますかっていうふうに聞いてくるので、これ実行してください。そうすると、DSL をですね、実践するための SDK がビジュアルスタジオに入ります。でもちろん私の、ビジュアルスタジオにはすでにそれが入っています。でそれを入れると新しいプロジェクト、新しいプロジェクト、そうすると、テンプレートで、その他のプロジェクトの種類で、機能拡張、ここにですねドメインスペシフィックランゲージっていうのが入るんですね。はい、入りましたね。でここをちょっとやってみますけども、ここをですね適当に入れて、で OK やるとですね、こんな感じで、ドメインスペシフィックランゲージの各自が作るドメインスペシフィックランゲージの元になるような、テンプレートが用意されています。要は大体のケースにおいて何かアイコンがあって、そのアイコン間をつなぐ線とかがあると、でそのアイコンの形が特殊だったり、線の形状が特殊だったりと、そんなものですね。それが DSL の、
グラフィカルなエディターで書くものですね。でプラス DSL の環境、ただ単に綺麗な絵を描いて終わりましたということではなくて、その書いた内容を電子的にプログラムから取り出す、まあ、そういったことも、まあ、意識で取り出した情報で例えばコードを生成するとか、それから例えば Excel なんかもね、あれはきちんとフォーマットが公開されていて、SDK 等ですね使えば、ファイル一式作ることもできますし、といった形で、下流成果物をどんどん生成していって、いわゆるモデルドリブンディベロップメントですね、MDDを実践していくって形になります。で必要なものを入れて、作るとですね、こんなプロジェクト1個出来上がります。で今 DSL definition.dsl っていうふうになファイルをこう開いてますけども、これがですね、DSL の定義の、まあ、グラフィカルなエディターのと、意味論ですね、定義する形になっています。で今日といいますか、この短い時間で全てを語ることはとても難しいので、まあ、DSL に興味のある人、だから DSL をある程度知っている人向けに分かる言葉でしか話をしませんけども、まあ、DSL メタモデルっていうのが必要です。要は何を扱うんですかっていう問題定義ですね、意味論。メタモデルって言いますけども、これメタクラス、まあ、ドメインクラスって書いてますね、ここでは。で、さらに、このドメインクラス間のリレーションシップっていうのを定義していく。まあ、これ、基本的な考え方としては、まあ、UML のクラス図でクラスを考えていく。まあ、プログラミングレベルのクラス図ではなくて、概念レベルのクラス図という意味ですけども、そういった概念モデルをここで書いていくわけです。それがこの領域です。で、こちらの方ですね、何かというと、これ線つながってますけども、このコメント、例えば、コメントっていうのがあります。こうつながっていて、コモンボックスシェープって書いてますね。こちら側は見栄えです。グラフィカルにエディットするときの見栄えです。で、このモデル自体はクラスダイアグラムをベースに作ったプロジェクトなので、クラス、モデルクラスなんていうね、メタクラスが、ドメインクラスがありますけども、これはクラスシェープっていうので、どんなふうに見えますよと。それから、クラス間ですね、クラスのジェネラライゼーションとかアソシエーションとかありますけども、ここですね、これも線でつながってますね、ジェネラレーションコネクションっていうのはどういうふうにな見栄えですよっていうのがこの辺で定義されています。これちょっと見てみると、レクトラリニアとか書いてますね。でこれ例えばここで、ストレートとか、要は直線でつなぐとかですね、そういったことが指定できます。それから色なんかもね指定できます。あと、まあ、クラス図の場合は四角形ですね、大抵クラスって。でクラスを四角じゃなくて楕円にするとか角丸にするとか、他のもっと違う形にするとか、まあ、そういったことができます。でこの DSL の環境っていうのはですね、いわゆる実行状態っていうのはビジュアルスタジオにその DSL エディター、それから DSL からいろいろ派生していくための機能が、拡張として入れられたビジュアルスタジオなんですね。なのでここで、F5 要はデバッグ実行するとですね、もう一個ビジュアルスタジオが立ち上がります。今ここでもう実際にやってますけども、これが、DSL のプロジェクトで作った DSL エディターになります。ここにサンプル .vs100dsl なんてファイルがありますけども、これちょっと開いてみましょう。そうするとこれサンプルとしてもうすでに入ってるものですね。で、こちらですね、
角が丸まったこれクラスですね。さっきジェネラライゼーションって言ってましたけど、これですね。でこちら見ていくと、まあ、こういうグラフィカルなエディターがあり、でさらにちょっとバックグラウンド操作が完了するのを待機してますっていうのに出てくますけども、ここにツールボックスっていうのがあったりしますが、まあ、ツールボックスにこのエディター上のですねに配置できるアイテム群がですね入るという形になります。それからちょっとバックグラウンドが待機と書いてますけども、ちょっとこちら終了しますね。で例えばですね、ここで、このジェネラライゼーションコネクションコネクターですけども、これプロパティをと表示をして、でこう見ていきますけども、レイアウトっていうのがあったりしていますよね。でさっき鍵で曲がっていたのはこれレクトラインだからですよね。であとこの辺にカラーとかいろいろありますよね。でカラーソリッドとかありますけども、ここで、例えばダッシュドットとか選択したり、それからクラスシェープっていうのがありますけども、こちらもですねテキストカラーとか、ファイルグラジェントモードとかってありますけど、ちょっと薄い水色だったのはここでそういうふうに値が決まっているからですね。これ例えば赤に選択したり、ここで、あ、これはレクタングルとラウンドしかないですね。他にもねいろいろありますけども、でテキストカラーはまあ、ルーンだよとかでやると、まあ、そういうふうな形でプログラムができるわけです。でこれ実行するともう一回立ち上がって、まあ、ビルドがかかって、今修正された内容が適用されたビジュアルスタジオ環境意識がもう一個起動されると、あ、起動始まりましたね。でちょっとねこれいろいろ仕掛けが大掛かりといいますか、いろいろあるので、読み込むシンボルもかなりありますけれども、はい起動されました。でさっきのは途中で終わらせちゃったんでね、こんな出てきてますけども、まあ、修復しないでいっちゃいましょうか。でそうすると、修正がかかったビジュアルスタジオが起動されるんですが、ちょっとなんとなく止まってる感がありますね。ちょっともう一回やってみましょう。はい、もう一回いきますね。はい、今読み込んでいます。はい、デバッキング CPP ソリューション準備しています。はい、実行中です。まあ、これ時間かかるのはね、あの SDK をこれインストールしてるんですね、 DSL の環境でね。で、つまりはツールボックスの準備とかですね、いろんなことをやってます。ですからまあ時間かかるんで、あ、来ましたね。で、サンプル、100、これはちょっと後で見ますけれども、例えばここに TT っていうのがありますけども、ここでそのモデルで書かれている内容から、コードをですね生成していたりとか、こんなことやったりしますね。ちょっとこれ開くと、さっきは水色だったのが赤くなってますね。
はい、これはさっき DSL の方で色変えたからですね。あとこちらの方もねダッシュになってますね、まあ、こんな風にね自分の好きな、モデルエディターを作ることが可能です。はい、ということでこの回はこれでおしまいです。はい、よいしょ。はい、今ですね、まあ、100連発と称してですね100個以上、まあ、100が終わってもさらにいくぞって感じですけども、ご感想ご要ご希望はこちらエヴァプログラムでいただければと思います。はい、どうもありがとうございました。